僕は気を取られていたんだ。そっとそよ風が吹く、ただ身を任せてた。青いランライでさもうないと思っていたんだら、昨日までとは違う景色に発動した。友達とか恋愛とかよくわからなくなってきて、今の僕していきます。はい、年中無休でお使いしたい体重マカロン3つ分、サクッとショコラの水色を担当、佐伯サクトです。よろしくお願いします。はい、みんなのハートをバンバンバン、お城の住人ショコラだよ、サクッとショコラの赤色ショコラです。よろしくお願いします。ショコラ、はい、というわけで、はい、サクショコ久しぶりじゃないですか。え、1ヶ月ぶり。じゃあ久しぶりじゃないですか。そうです。でも結構毎回1ヶ月ぶりだよ。そっか、でもなんかすごい久しぶりに感じるんですよ。そうだね、だってパプコマも今月はないじゃないですか。そう、ないのよ。そう、奇数の月にしかね、やらなくなったんだっけ。そうそうそう、うん、なんか次7月、9月、11月、うんうん、なんですけども、はい、ここもね、あんまり、あんまね、そうそうそう、作書後来る機会は少ないですかね、うん。あの静かの海さんの方でもそんなやったことないよね。静かの海は作書庫呼ばれないんですよ。なんでですか。わからないです。なんで。ハッピーパプリカとして行ったことあるけど、
そういつもなんでって思ってる。そう呼ばれないから、うん、出たことないです。はい、ないんですよ。まあ、ぜひお願いします。お願いします。お願いします。はい、はい、お茶タイム。私はいつもお茶を飲まないんですけど、はいはいはい、ショコラちゃんはなんでそんなに水飲むんですか？喉が乾くから。私燃費ですかね。でも今日、そう、今日ちょっと失敗っていうかあれなんですけど、今日この衣装久しぶりにね、ショコラちゃんと私とね来たんですけど、私がこの前のパプコマいつだったかなで、これを着たいって言ったじゃん。そうね。でも今日すっごい寒いねっていう話をして失敗したねっていう。そうだね、ちょっと失敗でした。あとなんか今日ジメジメしてるじゃないですか。そう、めちゃくちゃジメジメしてて、ベールがめっちゃさ腕に絡みつくんですよね。さっき You know me の時もなんかすごかったよ、本当に。もうこうやってやったら全部くっついてくるみたいなね。そう、全部くっついてきてちょっとびっくりでした、ね、はい、ちょっとこれはあれですね、なんかカラッとしてる時にしか着れない衣装。着替えとかも大変だもんね、これ。大変ですね、うん、くっついちゃうからね。そう、くっついちゃうんですよ。あとパニエがすごい。夏はでもパニエ暑いよね、この衣装。じゃあこの衣装向いてないってことで大丈夫？いや、そういうことじゃなくて。ちょっと言い方間違えました。そうだね、春限定かな。あ、じゃあ春、春限定かもしれないね。あと冬はちょっと寒いから秋だね。そう、でもブラウスとか着ても前可愛かったよね。着たことありましたっけ？ありますよ、これ。あ、ブラウス着ますよ。はい、じゃあそれも OK ですね。はい、あ、春エナで、エナで着た。あ、そうそう、エナ教でね、この衣装だったんですけど、ブラウス着てもすごい可愛かったよね。うん。正直覚えてないみたいな、うん、正直あんまり覚えてない。ちょっと動画見返しますね。悲しいっすね。ちょっと動画見返します。はい、そうだね。はい、でも作初行としてライブやるのは久しぶりだけど、実は会ってはいたんですよね。そう、そうなんですよ。私が何、体調を崩す前に私が体調を崩す前に、実はね、そう、数日前に会って、数日前に会ってるんです、私たち。で、まあ公開で生配信とかもしちゃったりしてるんですけども、すごい楽しかったんですけど ね、見てくださった方も絶対 TikTok ライブやったんですけど、うん、その時見てくれたよって方どんぐらいいますか？ありがとうございます。嬉しい、嬉しい。そう、サクトがデビュー当初に配信やりたいって言うからやったのに、全然覚えてなくて、覚えてなかった。悲しい思いをしました。ごめん、ちょっと覚えてなかったわ。でもまあやれたからね。うん、めっちゃ楽しかったよ。楽しかった、うん、本当は1時間やる予定だったんですけど2時間半やりました。やばい、やりすぎて、うん、次起きれるかなみたいな、すごい心配だったよね。次の日早かったもんね。そう、あんまさ、ちょっと喋ったらもっと乾いちゃった。どこに行ったかは言っていいですよ。いいよいいよいいよ。実はサンリオピューロランドに行ってきまして、ショコラちゃんはね、推しがね、サンリオにね、いるんだよね。私もシナモン好きだけど、うん、そう、ショコラはリトルツイスター皆さんご存知ですか？キキララ。キキララ分かりますか？キキララのキキくんが大好きなんですよ、うん、だから今回ね、キキくんが一人でグリーティングをやるっていうことで、ちょっとサクトにお願いして。いやー、でも楽しかった、本当に。一緒に行きましたね、うん、写真もね、いっぱい撮ったし、撮った、めちゃくちゃ撮った。まだ1枚も上げてないんですけど。はい、1枚も上げてない。まだ1枚も SNS は上げてないんですけど、じゃあ今日から上げていきましょうか。上げをちょこちょこ上げてく、はい、動画もね、たくさん撮ったんですよ。そう、グリーティングのあれ動画撮れるんだと思って。そうそうそう、めっちゃなんかすごい良かったよね。私のやつも撮ってくれて、うん、めちゃくちゃ。あれはあげていいんですか？あれはいいです。あ、ちょっとよかったらあげましょう、はい、ちょっといろいろ動画とか写真とか上がりますし、はい、まあ、楽しみにしていただきたい。楽しみに、はい。その時、まあ雨だだぶりの日でしたけど、はい、もうめちゃくちゃ寒くて、それでああそのせいで風邪をひいたと言っておりますね。すごい寒かったんです、本当に。はい、でもまあね、楽しいが勝ちましたから、うん、そう、めちゃくちゃ楽しかったです、うん、オールオッケーよ。オールオッケー、うん、じゃあそろそろ次の曲とか。そうそう、私ちょっと喋ると長いからね、一曲今日削ったんですよね。びっくりだよ。びっくり、喋ると長いんで。そうそう、はい、じゃあそろそろ行きましょうか。行きましょう。
じゃあ皆さんね、一緒にコールしていただけたらと思います。それでは聴いてください、スイートフラワー。ありがとうございます。